サメちゃんでーす、はい、ちょっと珍しいメンバーでもう初めて激レアだけど、はい、ちょっとね、駅名しりとりになるゲームをね、ちょっと見つけてきたんで、見つけてきたっていうか、まあ、紹介したんですけど、はい、やっていきましょう。ちなみに先に説明しておきますと、はい、こちら株式会社交通新聞社の公式スマートフォン向けアプリデジタル JR 時刻表ライトというアプリがまずありまして、その中で3月14日から4月14日の1ヶ月限定でできるというではです、ね、はい、駅名しりとりというゲームでございます。はい、ということでじゃあやっていきましょう。はい、まあ、じゃあまずはイージーからいこうか。ちょっとそう、はい、ちょっと2人で相談しながらやっていこう。諏訪の森ってきたから、これは B で、始まるもので返さなきゃいけないか。はい、むずいね。リか、リか、そっか。リ、リ、リ、リュウ、リュウとか、リュウ、リュウ、リン、ちょっと待って、めっちゃむずくね。一回こういう前を押せ、カサイですか。でも、え、ダメなんだっけ。カサイ、カサイ、臨海公園前みたいなのありそうだけど。確かに、ね、リ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 、陸前高田市。そうありそう。陸前高田市はあるんだけど。龍谷谷とかない。龍谷谷ある。ありませんでした。ないか。行ってみよう。ひらがなで言うんですか、うん、はい、はい、ありがとうございます。もう終わりなんですね。これ一回ね、間違えたら終わり。ない駅名言っちゃったらもう負けなんですね、はい、もう再挑戦しましょう。どうだっけな。一五滝や、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 やほ、ヤホあんの。ヤホ南武線の駅だね。オッケーオッケーオッケー。ホンコマゴメメメジロ。あ、もう向こうはすごい、もうそこで一瞬一瞬一瞬で返してくるんですね。メジロ六甲道ちちちち中中なんとかだったね。ありそう。中央林間林間ついて林間ついても負け。林間ついたら負けね。それは通常の普通の。しりとりだけどね。うん、千葉駅だから。千葉駅ある。あるある。あるある。え、ないですか。じゃあ行ってみよう。これいい日は3つ行ったらクリアだから。なるほど。行きます。千葉。はい。オッケー。さすがにあるわ。勝ちだけどね。はい。で、これ今ね、キャンペーン中で、ツイッターでシェアしますと、はい、3000円のクオカードペイが50名さんで。あ、すごい。はい。ツイッターにこれぜひぜひね、つぶやいてもらいたいな。この節分アット交通新聞社っていうのをね、フォローしてないと応募、完了になりませんので気をつけてください。はい、じゃあ順調に中級をいきましょうか。はい、いきましょう。立川目、立川目、目黒にじゃあさっき目白でね、まあ、いいんだけどね。はい、目黒六丁の目、あ、やべえ、目白で。はい、六号土手、六号土手、手か、手はむずいな。天王寺。おお、天王寺ってあるの。あ、じゃあ天王スアイルがいいです。天王図だっけ。天王スアイル、どっちだ。天王図アイルだね。まあ予測変化に出てるってこと。わかりました。多分そうなんでしょう。ギャラリーがいっぱいありますからね、この選手。ああ、そう、そう、美術でよく。おせるなさい。ああ、よかったよかった。ルはあ、ルもいい、ね、ルもいい。ああ、なるほど。ルにルもいがあるっていうのはでもね、うん、覚えとこう。いつか使うから。い、一貝。お、いいですね。一貝ってあるよね。ありますあります。はい。や、や、やいろ。やいろ。やいろってどこですか。ろ、ろ、ろって。あ、六本木。あ、六本木。あ、六本木がちゃんとある。六本木駅あるよね。日比谷線とかいろいろまああります。六本木何丁目もある。よし。はい、北広島。ま、ま、この北広島はもしかして、うん、北海道の北広島市にある。あ、なるほど、パラレル出てくる。そうそうそう。北広島町は広島県だね。北広島町だっけ。ま、ま、ま、舞浜。あ、すごい。これはね、ディズニーの舞浜。舞山。そうだね、まぜね。混ぜ目がすごいな。松戸。ああ、松戸ね。そうですよね。いいですね。順調だ。通り谷。あ、2点外していいんだ。2か2もむずそう。2
に西葛西、そうか、西系が、西日暮里とか何でもいいけど、西葛西は、西が2回使われてることでもあるおなじみなんですね。稲荷町、ぐいすだに、山手線はすごい。はい、よし、次ラストだ。西四丁目、そんな駅あるの？どこ？目黒も目白も使いました。あー、そっか、やばい。目すごいね、西四丁目って何の西四丁目なの？分かんないです。西っていう地名なのか、何か所かありそうだ。目目とか明大前。あ、明大前、明大前、なるほど。でもね、東大衛生とかの人はね、よくあそこね、乗り換えたら、よかった。はい、あなたの勝ちです。はい、中級でもね、応募できますんで、ぜひぜひ。じゃあ、いっちゃいます？いっちゃいましょう。ここまで順調だったけど、はいはい、次は大変よ。どういうルール？ハードは、まあ、終わりはないんだけど、何回でもいいんだけど、20秒以内にいかなきゃ。あ、制限がつく？そう。怖っ。だからもうね、バンバン1回使ったやつも使っていかないと。きつい。はい、うん。じゃあ、やっていきましょう。一ノ瀬、世田谷区ってあるっけ？ないな。あ、そう。関もないな。千駄ヶ谷。あ、千駄ヶ谷ね。千駄ヶ谷ある。千駄ヶ谷駅あるよね。ありがとうございます。よしよしよし。よしよしよし。まだやるよ。いいよな。さっき、一がや。あ、一がや。そう、一がや。あ、やばいやばい。や、ちょっと。はい、一がや。和光市駅。和光市。やばいね。はい。自由が丘か葛西臨海公園前。打ってる時間大丈夫か。葛西臨海公園駅かな。かな。公園はあ、どっちだっけ。どっちだ。葛西臨海公園前。あ、ダメだった。何でしたっけ。葛西臨海公園か。だとしたら、んで割ってんじゃん。葛西にせよかった。葛西駅は多分あるか。ちょっと怖いな、このゲーム。奥が深いな。じゃあもう一回やる。ちょっともう一回やりましょう。はい、もうちょっといきたいな。大関、木更津駅ってあるっけ。木更津あるでしょ。まだやりましょう。その辺が出てるってことはある。はいはい。木更津ズつぶつぶくくくくくくくだんした。よーし、いいですね。いいね。はい、下した。たかちゃや、や。あ、やってさっき。さっき、やほを言いました。やほね。よし。やはやほなんだ。あの、一橋大学とか行く人、たぶんやほで降りるかなっていう。本庄。上早稲田。たでもいいんだよね。高田馬場。よし。また山手線か。山手線、まず山手線。高田馬場。はい。はたや。やばい。やし。千代台ってない。千代台なんかありそう。勘が多いな。千代台に地名は絶対あるんだよね。行ってみよう。おーし、よし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 。じゃあ、まず郡山駅とかあるの。た、だ、たか、で、た、やばい。だい、たばた。たばた。よーし。あ、よかったよかった。危ない。田沢は、和光市ね。和光市。和光市はあれね、東京メトロの駅で唯一東京にいない。和光市。だそうですよ、覚えておきましょう。篠田山は、前田市九大、前田市九大病院前。長くなると怖いですね。前田市九大病院の、これあの地下鉄の駅の名前で一番長い、日本一長い。素晴らしい。越前田の、のか、野原のの系がありそうな気がする。の乃木坂駅って乃木坂、ああ、あります。よしよし、国立新美術館に近い。そう。美術館の最寄りで多い。ううぐいすだに、さっきの先生ですね。結構いいよ。いい方いいですね。ね、西目満別。つか。つ。あ、つ駅。つ。あ、そうか、つ。つ。ああ、違う違う違う。土橋。し。品川。
でも新宿でも生まれた。あ、確かに。市はね、有名な阪神。綿の葉。葉。葉か、葉か、葉だね。葉たがや。あの、あります、あの、京王線の、あの、新線の方かな。あの、たがや。山の内。ち。ち。ち。千代田。千代田駅ってあるかな。千代田駅。聞いたことない。千代田線もある。中央、中、やばいやばい。やばいやばい。わー、やばい。やばいやばい。あ、千葉、千葉。千葉、そうそう、さっき千葉で。ああ、危ない危ない危ない。まだ、ぜ。ぜ。ぜ。せ、せ、そっか。せ、せ。千駄ヶ谷ってやったっけ？千駄ヶ谷、今回やってないよ。やってないよね。やってないですね。お、いやいや、結構好きです。よし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 。やばい、ち。あ、やばい、ちだ。ち、また地か。千葉西駅とかあるのかな。中央、中央やばい、千代田行ってみる。千代田行ってみましょう。千代田会ってくれ頼む。おー、いけないいけないいけない。太郎坊宮前。絵はむずいな。え、あ、この絵はあの江戸の絵が江戸江の先江ノ島？江ノ島？でも片瀬江ノ島だよ。あ、そっか。やばいやばいやばい。江戸駅、江戸駅。いやー。あ、江戸川だったんだ。江戸川駅ありますかね。それもわかる。そうそうそう。うわー、むずかったなー。絵か。悔しいですね。いや、絶対探せばいっぱいある。そう、たくさんあるんだけど、やっぱりこれ制限時間ついてるから、パッと出てこないですね。いや、考えたら、なんちゃら前駅って多いから、絵はね、結構出てくる。あ、そうか、なんとか前だから。そうそうそう。だから A はね、対策しといた方がいいかもしれない。駅名知っとるように対策をちゃんと。ということで、我々のね、結果は16駅と。いや、これはね、ぜひ超えてもらいたいな。そうだね。16駅ですね。ぜひぜひ。ちなみにね、これハードは、プレゼントの対象ではありませんということでね。プレゼントの人は、イージーかノーマルを、クリアして、Twitter でシェアした後、公式アカウントの鉄道のあと交通新聞社というアカウントをぜひ、フォローしてください。よろしくお願いします。はい、まあ、我々の難しいの記録は16となかなかに厳しい記録ですね。難しいですね。いや、結構いけると思うけど、ね、20秒めっちゃ短いから。確かにね、うん、そう、ちょっとね、この記録を超えたという人はぜひぜひコメントに書いてくださいということで、チャンネル登録、高評価などお願いします。それではさよなら。はい、よろしくお願いします。